伊深八重は、日本の看護婦。台北生まれ。父は、衆議院議員を務めた、い深彦三郎。明治学院総理の伊深カかじのすはおじ。ソニーの創始者い深大とは登園にあたる。遠藤修作の、私が捨てた、女のヒロインのモデルでもある。八重が7歳の時に両親が離婚。母は八重を、伊深家に置いて去る。父。 彦三郎も多忙なためおじのカジノスケに預けられ育つ。1910年、小学校を卒業して同志社女、学校普通学部に入学。家族から離れた8年間の寄宿舎生活を始める。1918年、同志社女学校専門学部英文化卒業。長崎県立長崎高等女学校の英語教師となったが、1919年半戦病と、 診断されて、神山複生病院に隔離入院。八重によると、皮膚の痛みや痒みを見てもらうために病院を訪れたが、医師が不在であったため、再診するように言われた。それを親族が、ハンセン病であると疑い、隔離入院させたということだった。3年後の1922年になってそれは、誤診だったと判明するが、彼女は、ハンセン病患者を、献身的に看護する。 院長ドルワールドレゼ税神父の姿に感銘を受け病院に泊まることを決意する。1923年、日本看護学校に入学し、同年9月に卒業し、神山複製病院で看護師として働き始めた。当時は、ハンセン病やその患者に対する激しい差別と偏見が存在した時代であったにも、かかわらず、極貧の状態だった。 神山副生病院の府長として献身的な看護に当たり、障害をハンセン病患者の救済に捧げた。その活動は国際的に高く評価され、1959年には教皇ヨハネ23世より聖十字勲章を、1961年には赤十字国際委員会よりナイチンゲール記章を受章。日本カトリック看護協会初代会長。 1977年度朝日社会福祉賞受賞。八重の功績についての資料は、神山複製病院内のふっさ記念館に展示されている。イブカケについては、イブカタクエモンイブカケを参照。AB 室田康夫、人物で読む近代日本社会福祉の歩みミネルバ書房2006年5月30日、200ページ。室田康夫、 人物で読む近代日本社会福祉の歩み見ねる場、書房、2006年5月30日、200ページ。最新に当たったのは当時東京大学で、皮膚病の権威であった、土井慶造。日本テレビ HP などで、親戚の医者が、八への再新を行ったとするが誤りである。土井慶造について、室田康を、人物で読む近代日本社会福祉の歩み見ねる場、書房。 2006年5月30日、204ページ。ハンセン病、五典場で看護、日本のマザーテレサイブカヤエの検診を知って、コロナ禍、検証機運高まる。静岡新聞。 h t t p s w w w a t s c o m スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュトピックススラッシュ静岡スラッシュ 777285.html2021 年4月25日閲覧ありがとうございます